クスの声、周りのランクオール一緒にネクスの声、ネクスの声、オールから隙を作る打球判断。うん、ああとカットまで。カットのここのタイミング、ポワーンって投げるところ、カットが取るところ、そこのタイミングはちゃんと加速できるように。ネクストこれ。いらっしゃい。少し。どうぞ。森下監督になられて、でそこからもうすごい走塁に力を入れるようになって、まあ、僕たちも最初はあまり理解ができなかったんですけど、まあ、実際に練習試合とかで、の成功体験がだんだん増えてきて、より理解できるようになりました。まあ、今日で言うともうワンバンゴーとかをちょっと重視してやってたんですけど、走塁って攻撃にもちょっと連動する部分があって、ピッチャー心理としてバッテリーがワンバンで走ってくるチームだったらどういう配球になってくる？まっすぐが多くなるよね。変化球が高くなるよね。そうすると次のバッターが打ちやすくなるよね。っていう話をして、走塁でそういったバッテリーにプレッシャーかけることによって打線につながりが出てくるよね。そうすると次のバッター打ちやすいよね。っていうのをちょっと話してます。カットのここのタイミング、ポワーンって投げるところ、カットが取るところ、そこのタイミングはちゃんと加速できるように、ネクストこれ。いらっしゃい、少し。すごい先生で、甲子園とか行かれてる指導者のことなんですけど、練習試合など、強豪校のチームと戦えたり、いろんな経験をさせてもらいますね。スタート。
勝利勝利何回か行け、何回か行け、お、何回か行け、はい、すごい、11個、5、はい、6、はい、ラスミン、9、10メートルまで行きます。あ、だからお前らいいタイミングで、はい、田中さんにちゃんと確認してな、大丈夫ですか。ピッチャー陣今6名いるんですけれども、6名のタイプ別で、個人個人に合った、投球フォーム、練習方法、を考えて計測もして、その計測の伸び、率をしっかり見てあげて、一緒に考えて、練習をしております。技術の面、体力の面、あと精神面ですね。特にあの精神面のところが、公立だからとか、私学には勝てないだとか、そういう気持ちにちょっとなってしまいがちな選手生徒が多い気がします。そこをしっかり技術体力をつけてあげて、自信を持ってそういうふうな気持ち的にも私立と十分やれる、甲子園にも目指せるっていうような気持ちの部分で、しっかりと自信をつけてあげるのが一番大事かなというふうに最近は思っています。やっぱやる前とやっぱやった後ではやっぱり体の大きさも違くて、やっぱ自分でも結構大きくなっていうのは感じます。締めてるけど動くんで大きくなっていくのは分かるんですけど、締めつけられてるっていうのも分かるんで、外した時にドンってでかくなる。球速が上がってるんで、うん、やっぱ楽しいです。結果が出る分、うん、よいしょ。お前やぞ今。お前ジャキやソロやぞソロ。ピンショピンショ。浅い。これもうちょっと上でしょ。
走塁とか守備メインでやってるチームなんで、まあ、そういうところで走塁のワン番号とかそういう細かいところで点が取れていったかなと思います。やっぱ守備のバント処理とか守備の個々のエラーであったりが3点とかにつながったんで、やっぱそういうところをしっかり詰めてやっていったなと思います。そこ倒さないとやっぱ甲子園とかいけないんで、やっぱ同級生なんで同じ気持ちで伝わってると思います。ちょっとね、膝曲げを軽く膝曲げて、やっぱりどうしても当人さんも履正社さんも、まあ、他の私学さんもですけど、やっぱ140超えてくるピッチャーがゴロゴロいてるので、なかなかやっぱり連打が打てない中で、まあ、でもただやっぱりフォアボールは1試合に1個2個多分出ると思うので、その時にやっぱり全員が走れるチームじゃないと、ね、1番の方だけ走れるではダメだと思うので、なので足の速さに関係なく誰でもやっぱいいスタートを切れれば、しっかりとセーフになるので、まあ、そこの、まあ、基準をねしっかり設けて、でそこを理解して、やっていけたらいい結果につながると思っています、まあ、今の2年生は一つ上の代から出てる選手が多くて結構経験があるんですけど、そこに1年生がいかにちょっと食い込んでこれるのかなという部分ですかね。まあ今まで結構その新チームで20人行くか行かないかのチームだったのが、今1、2年生で31人、いてるので、まあそこでの、そのメンバー争い、チーム内での競争っていうのができるので、まあそこでここ1年生がレギュラーとして出てこれるような、そういう争いをちょっと活性化させていきたいなと思います。そうするとまあね、必然的にチーム力っていうのは向上してくるので、はい、その
結果ちょっと春の大会にいい結果が出ればいいなと思っています。こうしたけど、よし。